女の子がスプラッシュしにくいって話があるんで、ローソンつけてから行きましょうかって言った時に、チューブタイプってさ結構さ出にくい時あるやん。それでなんかんとかって大丈夫っすかって言ったら、バシッてローソンが女の子の代わりにピシャッて言って、あらうわっとルシファーチャンネル、坂上です。レペ全然力205、仮面ルシファーです。よろー、撮り直しするのやめてくれ、挨拶で毎回。今回の企画は、ハプニングバーの企画で、ハプニングバーで大乱闘してきてもらう、ルシファー、バラララララララーってことで、ハプニングバーで大乱闘してきてください。お前さ、もう企画すらまともに言えんと。そう。ハプニングバーで大乱闘してきてくださいってことです、坂上さんが。俺が要は、ハプニングバーで、おにゃの子と、ブラザーズすらいいってことで。そう、いっぱいの人と言わせないでください。聞いていい？はい。お前さ、ハプニングバー行ったら普通にスマブラできると思っとうと。それが醍醐味じゃない？ハプニングバーって。違うけ。え？いやだから僕ずっとおかしいなと思ってたのが、ハプニングバーのレポ一切大乱闘の話出てこんから、どうなっとんねんこのおっさんと思って。誰がおっさん？お前なんか絶対言われたな今。ハプニングバーはしっとり系とワイワイ系ってのがあって、ワイワイ系はみんなでワイワイ盛り上がった状態でみんなで行こうぜみたいなノリをそう、はいはい、いわゆるワイワイ系。結論、今回の店はどっちなんですか？しっとり系。第一をメインにしとる店やけん。じゃあ頑張ってきてください。もうないけん、ね。頑張ってきてください。まあいいよ、お前じゃできんことやけん。やってきてやるわ。悔しい。チャンネル登録本気でお願いします。もしもし、初めてなんですけど遊び行きたいんですけど。あ、はい。で、まあ、パレールの前にいます。あ、はい、そのままご案内になります。今で大丈夫。じゃあ行きます。はい。いいねしてくれたらもっとルシファーいじめるけん。お疲れ様です。どうでした？めっちゃ楽しかった。期待できます。じゃあまず最初は料金どれぐらいで入れました？総額なんやけど、はい、払ったお金が8500円。それは入場料、13,000円。登録料ってのがあって、これが1,000円。登録料、入会金が1,000円。いつもは入会金とあれだけじゃない。そうだから、入会金入場以外多いかちょっとお金取ってくれて、あったっちゃ。普通だったら15,000円、はい、今回新規登録料っていうキャンペーンが適用して半額にしてもらったっけ。総額8,500円。安いな。都内の相場が大体13,000円から17,000円やから、そう思うと安くない。料金は次大事なのは店ですよ。店の雰囲気、女の子はいっぱいいましたから。まず大箱、え、何人ぐらい？100人ぐらいです。うわ、どうでした？女性は来てたんですか？3対7やね。女性が7。だってお前はそんな理想論ばっか言うと、お前いけんよ。うわ、そんなつもりで行ったら女性がっかりする。どれじゃなかったら勝てるわけない。大丈夫、まだ追っても負けない。持っていくときは持っていくけん。それも頑張ってほしい。努力したくない。もうどうしようもないで。それでハプったってこと？いきなりハプりません。ちゃんとさ、店の話させて。お店、まずバーカンがあって、後ろにソファースペース、そこで仲良くなったり、イチャイチャってスペースみたいな感じなんやけど、ここはもう最初から店員さんが言ってくれとることがあって、服を脱がなければ、僕らの店なければ、服の上からだったらどこまでしてもいいんですよ。下着越しとも触れる感じやね。今回大出資ですよ、うん、大乱闘はできたんですか？スマブラはやりました。そう、ちなみにプレイヤーは 4P コントローラー4人、ピーチ姫1人、あとはマリオ、ワリオ、ルイージ。僕が求めてた大乱闘と違うな。どういうのを求めたの？で、僕はサガミチに対するピーチ姫さんだ。頑張れ、戻る。あ、ピンクルールか。本題に戻りますけども、何組と大乱闘を起こしたんですか？1組よ。はぁ、どこがハプバーマスターなんですか？お前さ、時間2、3時間しかない。確かに1組やってるだけで相当すごい。1組じゃそういうのがありました。他、個人プレイみたいなのなかったんですか？今回はなかったね。じゃあ1組、何がどうそうなる大乱闘。それが一番聞きたい。今日の一番の着物とこない、はい、パターンは一緒だったけどさ、あれか、予想でいいですか？こいつらだったらいけるかなみたいな男をまず2人見つけます。そいつらと仲良くなって女の子1人見つけ、その瞬間全員でボコボコにして、ここ断るんだったら分かってるよなっていう感じにして、で敵になったっちゃうとこお前は。え、それ以外方法あるんすか？大乱闘バルキコミュニケーションを取ってお願い。そんなのしたくないから風属性のせいで。風属性でもボコボコにしたら赤いやん。しないしないしない。風属性はこういうのが前提で決まってるやん。ボコボコは違う。女の子と大人の関係になることが大切でしょ。だからブバって大人の関係にならないことがあるから。そういう日もあるよね。男性と女性で一番違うのは力の差やから、力の差を見せれば絶対はいって言うやん。なんでお前物理で見せないかって。それそれが方法あるんだから。あるけん、そういう話をしとっちゃう。出してくださいよ。僕でもできるんですか？できると思うし、話をさせてごらん。だってボコボコやったら誰でもできるやん。お前だけやろ。無駄に腕力だけあるけんさ、他の YouTuber 殴り飛ばしてな。最低。なんで今の世の中ってさ、腕力強くてもさ、恵まれんちゃうのね。どう、結論、大乱闘。これ飲んでるとこに横に、まあ、一人来て、お酒とか注文しよったけんさ、何飲んでるんすかみたいな感じで話しかけたら、感度的には嫌だなさそうな感じだったけど、これ盛り上がれるなと思って、そのまま二人飲みながら、どうやってさ、大事なのは、大乱に持ってくからさ。そうやな、だってもういけるってことさ。でも、俺思ったけど、男性は誘ったら来るやん。詐欺の可能性もあるし。あるわけないやろ。どんな詐欺するのお前。ズボン出せみたいな、あるやん。
ごめんね。あるやつ。ごめんね、それは。ハプニングバーとかでないの？あるわけないだろ。仕事したからお金ください。ないの？経験してますから。それはごめんね。うん、怖かったですよ。マジでごめんね。怖かったですよ。それでもそれ僕が望んでた大乱じゃないんだよ。どういうこと？待って、まだ大乱もしてないんだよ。僕が望んでるのは相模さんがうろうろしてるわけ。女の子と他の人たちが仲いい。そこに入っていってもでしょ。女の子がわーってなってて、来てくださいよさ。そらないよ、しかもね。お前さ、盛り上がっとうたまるぞ、はい、女の子2人とかで男子3、4人いざじゃあそこがさ盛り上がって大乱するぜってなったタイミングで全然喋ったことないですが、俺もいいとか言ってたらやばいやん。やばいですね。結局そこで盛り上がって、ただが難しいが、女の子も大乱できる子したくない子って思っちゃう。女の子は第一市場主義やったから、やっぱりなかなかクロージングがうまくいきにくい。大乱はみたいな、あとどの人来ますみたいな感じで、はいはい、結構難しい。俺もさ、まだそんなに他の男と喋ってなかったから、どうしようと思ったら、ここがありがたいポイント。お店の常連の一人で入ってきた男の人が入ってきてくれて、はいはいはい、おもちゃ話してますかみたいな感じ。バチバチ俺の方アイコンタクトしてくれると援護するっす。わあ、それ最強やね。これさ、合コンと一緒、2人でパチンやって盛り上がる。どっちの部屋だったら大人数で見てますよ。おお、なるほど。足を振ってくれて、みたいな感じだったら、あそこにグッズがあるから、そういうの使って遊ぶのありやし、じゃあ一緒に行きましょうってなって、うん、行けたね。冒頭4ピーツするんですか。もう一人どこで。これがね、全然かぶってないおじさん上が、あの、僕もいいですかなんでだ、さっきまで助け合いの文化みたいなハプバーのちょっといいところが出てたよ。全く関係ないおじさんができて、これもハプバーの文化やけど。文化他でも見たことあるけど、チャンスだ、行こうって一瞬、ってなるけど、女の子がそういう気になっとったけどさ、ですよって女の子ポンって言っちゃったよ。そのおじさんの立ち位置がルシファーやった場合、ルシファー参加できてる。全然参加できてると思う。ハプバーってすごくない？それはマジで運がいい方。10回に1回ぐらいの奇跡やと思う。手伝ってくるおじさんが言うと、うん、これさ、連携プレー大事やん、うん、そもそもハプバーに友達と行って連携してやるっていうのはダメな。友達ってのが分かると、それを警戒する女の子がおると。それを友達同士でも結局どう感じるかって、プロの子とかそれ決まってるわけじゃないけん、それでずっと友達として行ってるパターンもある。なるほど。だからそこは本当に相性やけど、ただ他の一般的なナンパとか合コンに比べると、個人的な意見としてハプバーは成功率は初めて同士のペアの方が結構いい感じになる人が多いと思う。なるほど、ね、し楽しいってなってる。じゃあ行くってなったんですよ、はい、部屋の予約取って、じゃあみんなでまずシャワー浴びて行きますってなったんで、最初女の子でレディーファーストで行ってもらって、で次常連さんと俺で話し合って、おじさんも最後に勝手に行くやろなって思ってなくて、おじさんがね最後パワー室で入っていく。で常連さんの人はちょっとみたいな感じだけど、彼来たら行きますかみたいな感じで楽しみましょうみたいな感じで終わったら、おじさんの頭がスプラッシュ、もうねシャワーで今から髪の毛洗ってきてるんだで、またよりもハプバーってドライヤーないよね、この時には。店員さんに言えば奥にはあるっちゃろうけど、ないのよ。タオルでただガサガサ浮いてきてるから、マーコロみたいな感じだって感じで出てきて、おの、え？なんでなんか畳みかけるけど、ここまで来たら行くしかないよ。だから3人とスプラッシュさんがさ、びしょびしょやろ、ポタポタしてるんです。そしたら、女の子もかな。女の子側の女の子がスプラッシュしにくいって話があるわけ。ローソンを持参しとったわけ、ね、のそので誰とその常連のお兄さんがグッズ準備とかいろいろしてくれて、はいはいはい、その間で俺はコミュニケーションの女の子を取り寄ってそしたらおじさんもさローソンをしてくれて、女の子横に寝てもらってお互いだもんな。基本的には上を攻めたりして、はい、もともとそういう話だから、ローソンをつけてからそのまま行きましょうかって言った時に、おじさんがローソンをこう開けて、チューブタイプってさ結構さ出にくい時あるやん、はいはいはい、おじさんがうんとか言って、あ大丈夫っすかって言ったら、バシュッて言ってローソンが女の子の代わりにピシャッて言ってあら、うわーっとめちゃくちゃおもろいやんけ。スプラッシュが2人だったって。とりあえずおもちゃでしょ、俺もうわーみたいな感じで、俺の目の前をこう飛んでいくわけですよ。うわーめっちゃ怖くてる、はいはい、俺もう笑いのが来とったけど、もうなんか帰りそうな感じだった。なんとか後で髪洗おうみたいな感じで2人で並べて、おじさんの横の方でちっちゃくなってて、でもなんとか並べてさ、はい、そっか地獄のお遊びが始まる。ロシケ一応切り替えてくれそうだけどさ、はい、全然盛り上がってない感じだよ。でもおじさんもさすがに放置とくのあれやけん、はい、次狙いに行きますかってパッて見たら部屋にいないもん、おじさんが。どういうこと？多分いたたまれんくなって気づいたら途中で退場しとって、だから4人でやったわ。嘘です、3人やけん。実質おじさん3回でも死ぬから4人やったし。そうだね。今回はいい撮れ高ですね。次回ルシファープラス坂上さんで大乱闘するのか、ちょっと違う企画なのか、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の皆さんで、ルシファー。